という大変崇高な任務を日々担っていただいていることに心から敬意と感謝を申し上げます。皆様方、自衛隊のその存在、有する能力、積み重ねていただく日々の努力は極めて尊いものです。内外に変化と緊張があります。災害もいつ起こるか分かりません。どうか今後とも国家国民のためにご尽力いただきますことを切に期待申し上げ、一言の挨拶といたします。おめでとうございます。万歳。で、南草津と瀬田の間に新駅という話がありますので、その新駅から立命館に向けて新しい LRT という路面電車を引くことができないかということを、今これは滋賀県と草津と一緒に研究しています。おそらく若い人たちからすると、相当この10年間で2年もいない国会中、本会議場でちょっと撮られんようにテレビ撮られんようにそうだよ。ちゃうぞって今も言われてないけど、今日は母の日ということですね。女性は西田さんだけですけど、産んでいただいた母親、育てていただいた母親に感謝の願いをしたいと思います。やっぱり民主党政権も、また我々議員も同じだと思うんですよね。しっかり皆様方に支えていただいたり、産んでいただき、大変な時代を過ごしながらですね、例えば働く人の声を届けようという、こういうために頑張ってきていただいた方のことを思い、しっかり頑張っていきたいと思います。今年は試練正念場の年だと申し上げましたが、その中でも最も厳しい試練正念場の夏を迎えることになります。一つは原発再稼働の問題、これは人の生き死に、国の不沈に関わる非常に大きな命題です。もう一つは政局を乗り越えて社会保障と税に関する国会審議が進められるかどうか、この2つのことが、国政にかかる非常に大きなテーマでありまして、その三日月議員の当落だとか民主党政権の前進とか評価とかということよりも、これ国家の不沈がかかる非常に大きなテーマですので、そういったテーマに与党も野党もないじゃないかということの、その融和がどれだけ作れるかっていうのが一つの、私は焦点だと思います。原発の再稼働は、私は安全性と必要性についてしっかりと評価をし、そして説明をすると。で、もちろん原発を動かさずに夏の電力需給が賄えればいいんですけれども、そうでないならば安全性を確かめて、やはり再稼働はさせていくというのが、私は基本的なスタンスです。しかし、あれだけの事故があったので、ほんまにどやねんと、動かさんでもできるんかいと、安全性どないやねんということの、やはりその評価と説明はギリギリまでしていかざるを得ないということですので、今日もいろんな電気業界の方や昨日も産業界の方と話をしていると、
そろそろこの3区内の事業所工場もこの夏生産を止めるのか止めないのか、来年工場を移転させるのかさせないのか、列車を動かすのか動かさないのかというような、そういう判断をし始めているようでありまして、まあ、そのことが雇用やこの地域の経済にどういう影響を与えるのかということについても、これはしっかりと見極めをしないといけないですし、ある意味では覚悟を、電気料金が少々高なってもいい、工場が動かなくてもいいということも一つの選択肢ではあるでしょうけれども、本当にそれでいいのかというこの判断をですね、しっかりとしていかなければならないと思いますので、これはまあ時には批判されることがあるかもしれませんが、時間もかかるかもしれませんけれども、しっかり腹をくくってやっていきたいというふうに思っています。またもう一点、滋賀に関わることで申し上げれば、この移しと書いた平成24年度県道整備にかかる予算の確保に関する緊急提言というのが、安草津森山立東の市長さんから知事に対して、3日前に出されました。でこのことが2枚目にありますように新聞に大きく出ました。なんやと、国の交付金お前やらい減ってるやないか、国会議員何しとったんやということで、しかも民主党政権だったからこんなことになったんやという人たちもいたようですけど、2枚めくっていただいて、ちょっときちんとご理解いただく必要があるので解説だけしておきますと、3枚目に県がえらいことですえらいことですと、こんだけ減ってしまいましたと、要は108億円要望したのに 33.7 億円しかもらえへんかったと、したがって、県債発行して借金もしてるのに義務額が16億円不足しますと、大変なことです大変なことですって言って、県の土木交通部長が国会議員の会館を回られました。この資料を持って、でもその時に私らはそもそもこんなお前要求してるって私ら知らないでと、県が国土交通省にどうやってつないでたか知らんけど、わしらそもそも知らんがなと、この108億円も要望してんのというとこから始まったんです。これはどうもおかしいぞと。で、それでいろいろと調べた結果が、このもう2枚めくっていただいたところの P1 と書いた以降の資料なんです。私が慌てて国土交通省と、まあ、どういう事情でこんなことになったんやということで調べた結果がこれなんですけど、まず社会資本整備総合交付金というのがありまして、この予算をどうするかっていうのを年々調整してます。でこれが23年度24年度とずっとマイナス 20% マイナス 30% って減ってるんですよ。まあ国の全体の予算が厳しいということもあるんですけど、このお金を都道府県に移し替えたんです。減った分、なぜかこれは唐知事も言われているように、地方で自由に裁量を持って使える、自由度の高い交付金を作れという、まあ、地域主権の一つの流れの中で、このお金を都道府県の自主財源に交付金に移し替えたんです。でまあそういうこともあって全体の額が減りました。しかし例えば駅前整備、下水道、公園街路、やっぱり必要な社会資本整備もせなあかんということで、1枚めくっていただいたらあるように、こういう基準で全体の額は減りますけど、この3つの基準で今年度については割り振りをさせていただきますので、要望にあたってはよくよくお考えの上出してくださいということで、2月の6日に国から県に対して説明があったんです。例えば野田政権が定める日本再生重点化枠、こういうものについては優先的に配分します。2番目にあるようにすぐにできるものについては、これは前倒ししてやらなあかんから、ここにはお金かけますと。でも10年かかってやりますというものについてはちょっと待ってもらえますとかですね。あとはインターチェンジへのアクセス、もしくは橋梁の修繕、耐震化、こういうものについては優先的にやりますと、防災の観点がありますからということで説明がありました。で1枚めくっていただくと、各都道府県は
当然こういう基準の内示があったわけですから、なんだかんだ理由をつけてですね、インターチェンジにアクセスしますとか、あの橋梁の修繕が必要ですって言って約5割この重点配分事業にシフトさせて要望したんです。しかしながら滋賀県はまあ2割しかその要望ができてなかったと、まあそういうものがなかったといえばそれまでなのかもしれません。ですからまあ他の都道府県に比べると非常にこの重点配分枠が少なかったということもあって、今回の国からの内示については他の都道府県に比べると非常に少ない割合しかされなかったと。じゃあこれどうやって回復すんねんと、借金もしとんやろということで1枚めくっていただきますと、ちょっと交付金の名前があれこれやってややこしいんですけど、さっき申し上げた地域自主戦略交付金というのがありまして、都道府県に交付されているお金の中でこれをその必要な道路に回せばいいんですけども、今回県の状況を調べてみると下にありますように、滋賀県は道路に割り振るお金を 18% と非常に少ない割合しか見積もっておらず、その下にあるように全国の平均は約 38% とそれなりに必要な割り振りをしていると。ですから別に道路に使うことがいいって言ってるわけじゃないんですよ。県の判断で、あの別に他のことに使わなあかんやって言ってるのはそれでいいんですけど、そもそもの交付金の趣旨としても、しかしこの配分の欠損が国の責任であったり国土交通省の責任だと言われると、それは少し違いますよという話なので、よくよく市町市町村と県とで調整をして、かつ道路と街路と河川と各部局間で調整をして予算の配分を決めてくださいというのが今回の中身です。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。気をつけて。おはようございます。いらっしゃい。今の国会の国政の大きな課題は2つ。1つは社会保障制度とその財源である税制をどう改革するのかという問題です。社会保障と税の一体改革、これまで戦後作られてきた年金医療の制度で私たちの福祉を賄っていました。払う保険料、企業が負担をする企業主負担、そして税金と、これらで私たちの社会保障制度を賄ってきましたけれども、子どもの数が減り、人口が減り、想定を超えて長生きできるようになり、支え手が減るというこういう事態に今もうすでに突入直面をしています。ご挨拶をお願いしたいと思います。はい、どうも皆さんおはようございます。早朝からご参集ありがとうございます。また日頃日野川の改修のために、また琵琶湖に流れる川のためにご尽力ご努力いただいていることにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。久しぶりにこの規制同盟会の総会に寄せていただきました。今山中市長会長の方からご挨拶ありましたように、お前ら日野川のことちゃんと考えてくれとんけと、ちゃんと予算つけてくれとるかと、これからもしっかりと取り組んでくれるのかというようなご提言やご注文、またご注目もいただいておりましたので、今日は午前中地元におることができましたので、参加をさせていただき、状況の確認そして決議の把握をしっかりとさせていただこうという思いで寄せていただきました。この後安川日野川も実際に見て事業の進捗も確認をして、それをしっかりと国や政府に届けてまいりたいというふうに思いますし、今日は県議会議員や各行政のご担当の皆様方もお越しいただいておりますので、しっかりと情報交換、意見交換をした上で今後につなげていきたいと思います。どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました衆議院の三日月大蔵です。こういう頭です。
ですけど、3週間に1回加藤でお世話になっております。初めてこの琵琶湖ヘアフェスティバルに寄せていただきました。日頃はこの 学園学校を旗で見るだけですけど、またカットでお世話になるだけですけども、お店くるくるっと回っているところで挨拶したり、地域でお世話になっているだけですけども、今日は皆様方の日頃の訓練鍛錬の成果をぜひこのフェスティバルで見させていただければということで寄せていただきました。聞いてるのもあれと一緒じゃないですか。でも楽勝だよね。練習は怖がる。チームはごちごちや。まあまあ。30分なら。